ミズです。本日はですね、いつもの俺とほだかで世界対戦やっていきたいんですけども、本日はカジュアルマッチでこちらの無限ダイナ使っていきたいと思います。ということでですね、この無限ダイナ、まあ基本的にはあのコスモパワーと毒毒で相手を格殺する方であったり、まあメガネかけてシンプルにダイマックスを打つキャラとかが入ってると思うんやけど、今回使ってきた技構成としてはこちらですね。まあこういった技構成となっているんですけども、キラフロールで毒ビシとか巻いて、まあ置き土産で退場しながら、まあ相手を毒にしたところにこのベノムショックをぶち込んでいくと。なるほど。でさらにこいつ引いてほしいな、こいつちょっと去ってほしいなっていう相手にはドラゴンテールぶち込んで、こいつちょっともうちょいこの場に追ってほしいなっていうやつを炎の渦でしっかりキャッチして捕まえて、まあコスモパワーを隙あらば積んでいくというね、なんともこの都合のいい相席屋のVIP席みたいな形のアイスタイルでやっていきたいと思います。ということで早速やっていきましょう。さあ、待ちくしました。ユーさんお願いします。ということですね。お相手、カイリュー、パオジア、イルカ、マンチ、オンジェン、ハバタクカミ、鉄の包み、ということですね。まあ、しっかりとキラフロールで場を整える。そして、裏に待っているのは無限ダイナがしっかりと待っていて、最後は日頃の行いがイバレバンマンでしっかりと隔絶していくというサイクルでやっていこう。いや、アメプラの監督おってんけど、今。こういうのは、初手が一番大事になってくる。わかってる？いや、もうええね、アメプラの監督の真似。カメンが来たってことはしっかりとまずは引いてくれるから、なんならクイックターンで引いてくれるのが一番美味しい。じゃあ捨てろじゃないですか監督。わかってるやないか。捨てろちゃんチロリー。ええねん、そう。ええねん。じゃあいけ、ステルスロック巻いていくぞ。まあ素引きですよね。それはな、毒化粧やもんな、うん、まあ捨てなさい。もう海流なんや。まあこいつの丸隙を崩したかったから、まあステルスロックやったんやけど、まあ相手殴ってくれそうやな普通に。まああれやな、自信打ってくんな。アンコールもあるわ。うわ、アンコールの線もありければ自信もありけりという形ですね。古文の人お前。ということでしっかりとまあ毒でまずは様子見。おー、早い。こっちの方が、こっちの方が早いってことはもう渦とかの方かな、耐久の方やな絶対、うん、渦リュウマイとかもありえるよな、自信がある。あ、そうなん。ありがてえ。そして地震を打ったってことは毒化粧をまかれ、全ての仕事が完成した。完璧やん。これはでかいぞ。ただまあ地震持ち海流に対して無限ダイナがいけるんかっていう話なんやけども、ドラゴンテールでいなすのもありやな。あり。ベノムショック落ちんか。ベノム落ちする。毒の追加ダメージもあるし、ベノムで無理やったら一回ハッサム引いてバレパンでいく。そうすんのありやな、うん、でテラス切ろう。じゃあもうベノムで落としに行こう、ほんまに。オッケー、毒テラスベノム。でもこれいけそうちゃう、やったら。無限ダイナの特攻舐めたあかん上に毒テラス。毒テラス確かにいいぞ。これけんちゃん引っ込める。なるほど。いや懸命ちゃう。でもまあでもステロ入るからな次。そうよ、シオンジェ。大丈夫かお前、大丈夫か。まずはエステロが刺さって、さらには毒になっていくよ。歌舞伎へで。ということでですね、もうここまで削れてしまったジオンジェンに対しては毒テラスベノムショックがあれば。ちなみに皆さん、この無限ダイナー C は振ってないんですよね。せやね、 C は振ってない上でどれだけ入るか見ものやな。いけ無限ダイナー、目にもの見せてやれ、ベノムショックだ。古いんだよ、4歳ごとき。時代は無限大だな。さあ残るは海流、しかもステロで削れた海流が居残ってしまったね。お、テラスよ。鋼ありえる、ありえるな。フェアリースカス鋼ありえる。鋼だけはマジでやめてー。マジかー。そうか、なるほど。おもろい、おもろいで、平次。ええねん。まあここはすかされつつも絶対耐えるから、さすがにな、自信耐えろよ、うん、これは耐えます、宣言します、耐えます。はい、買ったこれが無限ダイナです。バカ強いやん。 HB ぶりです。 HB ぶりでベノムショックでチオンジェンを持っていきつつ、カイリュウの自信はこんだけ耐える。しかも相手毒毒やから、耐久すればこっちのもんなんですよ。しかも炎の渦で削るのもありなんですよ。まあ、毒毒プラス炎の渦でもう追加ダメージで、追加ダメージでいっちゃうな。しかもこれもな、 C 高いからこんだけ入んねん。いいやん、渦のダメージちゃうこれ。そして羽休め、羽休め、いや毒毒で間に合わへんで、それは間に合わん、うん、いずれ羽休めよりも入る毒毒のダメージになるから。ほんまや、羽休め粘り続けて毒毒でワンパンありえるからな。さあしかも毒がまず入り、渦も入る、完璧や、やばい。
4分の1しか回復してないことになってるんだこいつ。コスモパワー嫌がらせやば。うー最高の時間だ。これだからポケモンやめられない。俺の人生の生きがいだ。相手にネチネチネチにつきまとる。コスモパワーのせいでもう一発耐えるやん。もう一発いけんな。しかも食べ残し発動やし、あと2発いけんじゃん。あーこの瞬間のために生きてる。お前性格悪すぎやろ。俺の快感ランキングトップ3、サウナ、ランニング1位、海流に炎の渦と毒毒ぶち込んでる時。特殊すぎやろお前。コウさんが選ばれました。一番気持ちいいコウさんだ。さあ、間違いしました。リンさんお願いしますということですね。うちトリコ好きなんだしというキャラということでですね、うん、トリコのリンええねということで、マスカーニャーです。おっと時間がない。しっかりとキラフロールをうまく出して場を作って無限ダイナに繋いで、最後はまあアーマーがきついからレクイエムということでやっていきましょう。さあ、おいでしょ。手は6勝。おー頼れる相棒の6勝らしい。こいつ6勝選ばれたんや。最後の一枠鉄の無人やったんや。違う違う、キングダムの六大将軍ちゃう。違う違う違うわ。王戦歓喜陽丹は唐、あとこいつやったんや。鉄の無人。違う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 、六大将軍じゃないよ。ということでこいつの技的格闘技も別に当倍やから、まあとりあえずステロさえ負ければオッケー。殴ってくれればそれでな。でもし特殊やったら HD やから。おっといきなりテラス、抜群テラスとなので一撃で持っていくのだけやめてほしいけど、こいつって結局 A と C どっちが高い。イスパイスパ A と C どっちが高いこいつ。多分 C やったと思うな。じゃあテラバースト特殊になってこと多分。いやでもこいつの振り方したら変わった。バリバリむずいやん。じゃああれは負ける、特殊は負ける。ナイス耐えた、しかも耐えた。ナイス毒化粧巻いてステロン巻いて、お前の役割やこれで十分果たせてる。ただこの後無限ダイナがきつすぎる。お前服部平次。おもろいおもろいで、服部平次やん。ということですね、しっかりとここはまあキラウローラ切るしかないかな。せやな。まあお気に上げ打ちながらおさらばということで、ただここ一旦無限ダイナ、無限ダイナじゃなくて、ほう、羽ばたく神から行くのがいいんじゃないかなと。さあ行け、レクイエム、無限ダイナが通る道を開けてこい。おい鉄の武人、そこをどけ、無限ダイナが通る。コムドットみたいに言うな。ということでシャドーボールを、お前一人で実況やってたっけ。あれあれ何、俺の間がなかったけど今コインちょっとコインこっち難しかったから。確かに分からんかったよ今の。分からんかった。ということでこの六大将軍にシャドーボールをぶち込んでいく。押し通った。こいつさえ持っていけばドゥーン。いいね。あとはもうどうせ毒が入ってベノムジェットで吹っ飛ばせるキャラ、もしくはドラゴンテールでいなされまくってそれがブスブス刺さって死んでいくキャラしかいないでしょう。サスケどんなサスケ、ドイツにつけてんねん。サスケなんやこいつ。お前はサスケではないやろ。いやー毒にならない山が来るのはちょっと嫌なんですけども、まあマジカルウィーブー、なんか4分の3ぐらい入ってほしいわ。せめていいダメージだ。いいダメージ、ナイスナイスナイス。あ、こっちの方が高い。ミラーアーマーお盆、これまずいぜ。ミラーアーマーってそういう発動の仕方もするんや。めちゃくちゃ強いなこれ。確かに追加効果もない。アイヘ持ってる。オッケーオッケーオッケー、大丈夫大丈夫。炎の渦で何とかしよう。わかった、まずは炎の渦で捕まえて、まあ、トンボで帰っていくならまたステロが入るだけやから。せやね。うん、ここは無限大何変えていくと、でプレッシャーを放ってるから、このプレッシャーにおじけづいて引いてくる可能性がある。ということでまずは炎の渦だ。捕まえたね。捕まっちゃったね。しかもまあまあ入ってるね。無限ダイナ強いよ。炎の渦のダメージじゃないね、全然入らないね。ちなみにこの無限ダイナ HB ぶりなんですよ。ガッチガチやん。ガッチガチやね。ザブングル進化版おったわ。ザブングル進化版おったわ。さあ持っていけ無限ダイナ。渦だ、なんなら九州に当てろ。無理でも羽休め打つなお前。頼む耐えた。やめろ羽休めやめて。よし行った、来て入らねえってバカ野郎が。ということで渦って正解やったな。さあしっかりと追加効果でしっかりと拡散して、でこの無限なのしっかりと食べ残しで回収。これめちゃめちゃ強いね今。強いな、うん、ラスト誰や相手。横浜、あれや、つっぱりや、あ、違った、激光が、そっちなんや、横浜やから、鉄の回なで、なんか、そういう感じかな、横綱みたいな感じ、そう、いや、毒になっちゃったら、何回も言ってるけど、ベノムショックが威力130
130で入っていくね。あ、いや大丈夫、全然大丈夫。ほんまに全然大丈夫。変えて、うお、危ね。そして返す技ベノムショックで、ワパー、対戦ありがとうございました。さあマッチングしました、バーカさんお願いしますということでね、バーカっていう方がバカなんだよお前、小学生か。ということで相手が鉄のイバラ、これ何やったっけ真ん中のやつ、ニャローテ、ニャローテ、珍しいやつ使ってんな、奇跡っぽいな、なんかせやな、うん、あとウーラオス、これがな、水のウーラオスか悪のウーラオスかちょっと分からんのよな。あ、これ見た目でも区別つかへんのよ。え、なんかな、つかんかった気がすんのよな、どっちやってなってた気がすんねんけど、で、羽ばたく神海洋がお前誰？オードリードリっぽいけど。オードリードリではない。え、オードリードリや。オードリードリやほんまや。お前誰？お前誰？オードリードリ、エスパーオードリードリとかそんな。ゴースト。ゴーストかな多分。ゴーストオードリードリか。ということでもうこっちはもう作戦通り、しっかりとキラフロールで場を作って後ろの無限ダイナでゴリゴリと削っていく。そして最後の一体はちょっとウーラオスとか海洋あたりがきついんで、まあしっかりとパクってスカイフで上から放っていけるメタモンでやっていきましょう。さあ、お相手初手はウォルシーナ。ああ、そうや、カジュアルマッチやからな。あ、そうか、ニックネーム見えるやん。あの、踊り鳥のやつがウォルシーナって言ってくれる。さあ、水流連打の方やから、ほう、あの、普通にヤバい。あ、ヤバいんやこれ、うん、普通にヤバいけど、水流連打してくれたら一撃でドクドクまで行くから。せやな、うん、ドクドクビシまで行けるから一撃で。じゃあ巻いとこう、うん、まあとりあえずドラゴンテールをまあ無限ダイナが覚えてるっていうこともあるから、まあステロを巻いとけば。アクアジェットが入ってくるんや。アクアジェット、お、ま、強で、ここで毒化粧が発動して毒ビシが散らばると。で、後続で出てくるキャラに対してステロも巻いて、うん、ステロ巻いて、もうこれ完璧な状況整ったんちゃう。もうドラゴンテール打ち放題よな、うん、これ今。まあちょっとできればこいつ毒毒にしたかったんやけど。お、来た、お、アクジェット来て、ね、お、耐える、偉いね。うちのキラフルを舐めてもらっちゃ困るぜ。で、毒毒で、ね、あ、もう完璧やん。こいつも毒やし、後続も毒確定やもんな、うん、で、ストレンも巻いてるし、もうここでしっかり置き土産ぶっからしていくと。ついで、まあここやっぱ嫌やったんちゃう、2回巻くのが。なるほどね。どっちみち巻いちゃってるけど、うまいな、うん、さあ、この絶望的な状況に対し裏から出てくるのは無限ダイナなんですね。さあ、もう相手毒になっていますから、このベノムショックという技がタイプ1で威力130ですね。強すぎるねこれ。ここはテラスタル毒やからさらに威力上げれるんやけど、うん、水流技を、まあでも耐えられへんか、持ってけるよな、正味持ってけるやろ、うん、ウーラオスの耐久知らんけど、まあ S 速いし、もうテラスタル切っちゃおうか、切っちゃおうか、行こう、切っちゃって、もう超高火力ベノムショックが入っていく。さあ行け、ベノムショックで。おー、相手もテラスタル、ちょ、鋼だけはやめてくれ、鋼だけはほんまにやめろ。まあそうですよね、連れてきたばっかりでテラスピースポンポン使えるほど SV の環境は甘くない。そんな裏事情言うな、あんま。さあ、ベノムショックで、こっちのが早いんや。しかも相手格闘ピンポイントに毒で対策できてるやん。ほんまや、海の王、あ、海洋、ね、確かに海の王や。まあ毒になった海洋ガに対してもしっかりとベノムショックをぶち込んでもいいし、まあ、ここはもうベノムショックですね。せやな、倒しに行こう。一個懸念点が、海洋ガ D もクソ高いんだ。 C と D がこいつ意味わからんぐらい高いんだ。だからベノムショックで持っていける。なんでやねん。なんでその考えなんねん。潮吹いてくれー、さすがに耐える。うわー、ただ潮吹きエグすぎやろ、無限だよ。こんな強いんや潮吹きって。ここまで、しかもこいつ多分な、ちゃんと振ってへんで。はい、で、これ潮吹きの威力意味わからんから低くなってるから、次の潮吹きはさすがに耐えないということで、まあ威力が下がっ、お、毒、そう、毒入るよ。うわー、じゃあメタモンで受けます。確かにこれコピーできたら強いもんな。コウさんが選ばれました。対戦ありがとうございました。